Terminal 2にいますね。はい、どうも、イレキです。現在ですね、サンフランシスコ国際空港にいるんですけども、明日からついに復帰に向けての訓練が始まります。で、今からですね、サンフランシスコから訓練する空港まで向かっていきたいと思います。はい、で、訓練なんですけども、まずなんか自分の会社ではですね、1年以上休職してたか1年以内かでちょっと訓練の内容が変わってくるみたいで、結局自分なんか手続きを遅れたせいで1年以上飛んでないことになってしまって、そっちの方の訓練をしないといけないということになってしまいました。まあ、そんなに変わりはしないですけど、内容的には明日1日8時間グラウンドですね、座学をやって、で、2日目シミュレーターやって、3日目シミュレーターして、それで終わりとなっております。今ですね、もうセキュリティも通るわけですね、今からフライトに乗っていきたいと思います。ちなみに今日はイマージェンシーエグジットの席なので、リクライニングはできないですけども、席は広いんで、少しは快適に行けるかなと思います。では、行ってみます。到着いたしました。いい窓からの景色はこんな感じになっております。ちょっとまあ暖かい感じで、めちゃくちゃ暑くないですね。ちょっと風つい吹いてますけども、食べに行こうとしたんですけど、この周りにある店を調べたら3軒しかなくて、この3つの店がですね、2つ、もう言うたらもう2つして、1つはホテルの中の店だったんで、1つはラテンアメリカ、ラテン系ですかね、ラテン系の、ご飯と、もう一つがアメリカンなんですけど、バーガーとかで、バーガーではないなとなったんで、ウーバーイーツしました。はい、早速ウーバーイーツ。ウーバーイーツ何頼んだかというと、フォーを頼みましたね。はい、自分結構ベトナム料理とか好きなんで、それまで勉強して明日に備えたいと思います。はい、今届きました。フォーはですね、これウーバーイーツで頼んでいきながらあれなんですけども、お持ち帰りしない方がいいんですよ、店とかでも。お持ち帰りしちゃうと、こう麺とスープを別々で持ってくるんですよね。そうしちゃうと麺がこう固まっちゃって、絡まっちゃうんですよね、麺が。で、それでまあスープでほぐすんですけども、なかなかうまくほぐしきれないんですよね。美味しく食べるのであれば別々じゃなくて、店で食べた方が絶対美味しいです。分かってる店はあるんですけど、この容器がちっちゃいんですよね、店によって。これ多分失敗です。ここのこんな満タンに入ってて、ここに麺とかいろんな肉とか野菜入れちゃうと、もう溢れかえって食べづらいんですよ。いい店はちゃんとこうでっかい器で、深いお皿で、かつ口も結構開いてる、持ってきてくれるんですけど、これは多分大変なことになりますよ。はい、まあ、こんな感じでちょっとこうあるんですけども、うわ、すごい油浮いてた。でもうまいんですよ。はい、この麺なんですけど、見てください。もうカッチカチに固まっとるっていう。なんで、ものすごく食べづらいんですよ。でもこれ全部入れてしまうと、もうお風呂の水がこう溢れ出るように大変なことになっちゃうんで。で、この肉とかを入れれる分だけですね、入れて、ちょっと溢れ返ってますね、もう。で、ほんとなんか、家庭の味が出るんですよ。店によってだいぶ味が変わって、またそれが、美味しいんですよね。いただきたいと思います。こぼしたら大変なんです。ちょっとスープから。うん、うまい。やっぱフォーってなんかいいんですよね。アメリカはやっぱ外食ってなると、こうジャンキーな食べ物ばっかなんですけど、こうフォーはちょっとやっぱ優しめの部類にまだ入るんで、でもやっぱこうあっさりしてていいんですよね。なんかちょっとシナモンかな、普段フォーではあんま感じない
テイストがあるんですけど、うまいっすね。麺はこんな感じですね。はい、ブリスケットとレアのあれですね。ではちょっと麺をいただきたいと思います。うまい。でもやっぱね、このねパクチーがいいんですよね。ジューパクチー結構好きで、なんかアクセントになって好きなんですよね。なんすかね、七味的な、いやちょっとちゃうかもしれないですけど、そんな感じで個人的にめっちゃパクチー好きですね。皆さんもよかったらベトナム料理食べてみてください。アメリカにいるのにベトナム料理を紹介する、しかも訓練の、これ訓練の様子をお届けする動画やったんですけど、候補紹介してる動画みたいになっちゃいましたね。ラウンドがですね8時間あるんですよ。8時間ってがっつりやな、めっちゃやるやんって。多分もう一通り全部カバーするんですかね。会社のルールやら飛行機の、まあ、ことやら全部やると思うんですけども、はい、まあとりあえず今頑張って復習してるんですが、やっぱ1年間混んでないと結構忘れてますね。でもなんとなく体が覚えてるって感じですかね。なんでちゃんと復習して明日に臨みたいと思います。あのフォーも全部食べ終わって、シャワーの方も浴びて、もう寝る準備満タンでございます。ちょっとだけレビューしてもう今日寝たいと思います。ではまた明日、おやすみなさい。今朝のソルトレイクシティは、天気はクリアスカイではないですけども、いいんじゃないでしょうか。はい、おはようございます。今はですね朝の7時ですね。あと15分後ぐらいにシャトルバスが来るんで、そのシャトルバスに乗ってその訓練の施設のここまで行きたいと思います。8時間ありますが頑張ってきます。ちょっと1時間のブレイクなんですけども、あと7時間、いや昼休憩1時間ぐらいあるって言ってたんで、まあ、あと6時間ぐらいですね。頑張っていきたいと思います。結構なんかハイペースにどん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 レビューしていく感じです。やっと座学が終わりましてですね、全部の、まあ、カンパニーの会社のルールとか、あとはとかですね、それをやって飛行機のシステムをそうざっくりですけど、確認して、メモリーアイテムを確認して、で最後にパフォーマンスですね。そのテイクオフとかランディングのパフォーマンスの、まあ、計算の仕方じゃないですけど、その計算の仕方をやって、そのテストをやってですね、はい、今からこの FMS のイニシャライゼーションと、まあ、簡単な使い方を確認してきます。で軽くテストですかね、してきます。はい、ですね FMS も無事に確認終わりました。で今からですね、メイトリックスって言って、まあ、ちょっと簡単なシムですね、あのパネルがいっぱいあって、ここであのプロシージャー手順の確認をしていくんですけども、そこに向かいたいと思います。はい、ただいま、メイトリックス、そのプロシージャーの確認が全部終わりました。でとりあえず今日の訓練の内容は全て終わってですね、教官がサインオフしてくれたので、明日シミュレーターの訓練に移ります。で明日と明後日2日間シミュレーターして、一旦一つの目の訓練が終わりっていう形になりますね。プロシージャー確認したんですけど、やっぱ細かいところがちょっとやっぱ抜けてる部分があったりとか、あとボタンですね、大体の場所は分かるんですけど、やっぱ細かいところですね、本当に細かい位置関係がちょっと一瞬迷ったりしてたんで、やっぱりしっかりもうちょっと復習する必要があるかなと思いました。今からホテルに戻ります。はい、今帰ってきたんですけども、もう6時なんで、ご飯だけクイッキー食べに行きたいと思います。もうすぐそこにあるんですけど、本当もう歩いて1分ぐらいのところにありますね。ちゃんとしたセスナがぶり下げられてますね。セスナ152ですね。おっきりがっこう、本日の店はこちらになります。主にバーですね。はい、届きました。野菜にまだ野菜かけてないんですが、シーザーサラダとチキンですね、バッファローのじゃがいも照り焼きと
寿司さん、ちょっと名前忘れちゃうんですけど、ごちそうさまでした。今食べ終わってホテルに向かってます。ですね、今からちょっと寝るまで復習をしていきたいと思います。復習の準備が整いました。はい、で復習ですけども、いつも自分はまあ今日やったことを1から、まあ、最後まで、まあ、思い出しながら、その思い出すためにメモだけをしてるんですよね。まあ、こんな感じに自分はメモをしております。でですね、で全てをまあ軽くまあ思い出しながらレビューして、で、あ、こうやったなこうやったなみたいな感じで、でそこにまあ追加で今度もっと復習しやすいようにコメントじゃないですけども自分で追加してってですね、でまあ新しいこと、あ、これ見といた方がいいよ、これ読んどいた方がいいよみたいな、ここ復習しといた方がいいよみたいなしたところをまあ復習するんですけども、例えば読んどいた方がいいよっていうところも、その内容ですよね。読む内容がですね、もうものすごい長いマニュアルとかだったら、それはいちいち今から全部読むにはしないです。だいたい、あ、こんな感じなんやなぐらいで終わらします。いずれは必要なんですけど、でも今は必要じゃない。で明日は今度シムなんで、そのシムの方の準備したいとなると、自分はそれをまたこう後回しにします。今度まだ時間があるときにやるようにしますね。まあそういう風にしてレビューして、必要な部分、例えば、問う前に必要なものは何ですかみたいな、そういうものだったら別にまあ明日聞かれることもないですけども、まあレビューとしてはすぐ終わるじゃないですか。何が必要か、ライセンスが必要、メディカルが必要とか、そういう会社が指定するものがあるんですけど、絶対持っていかないかんもの、そういうのはもう短いんでパッと今復習するっていう感じで、今やるべきものか今やらないべきなのかを、まあ自分はこう分けてですね、まあ一応復習はしない、頭の中で軽く復習してるんですよ。ディープには復習しないで、軽く、ああ、そんな感じだったな、また後で時間があったらマニュアルを覚えて好きっていう感じで進んでいきます。でそれで全部終わらして、でメインは明日の週もうまくいくためのものをやらないといけないので、まあそのあれですね、プロシージャーだったり、実際にコールって言って、まあ、口に出して、いろいろコールしないといけないんですけども、そのコールの内容だったり、明日実際に飛ぶ場所の空港のまあチャートですね、明日サンフランなんで、そのサンフランの、まあチャートとか、まあ、久しぶりなんで、そういうのをまあレビューしながら、実際のアプローチチャート見て、実際のコールと一緒に共に練習していくっていう、まあ、それをメインにしていきます。そんな感じですかね。ちょっとだけ今日やったフローとか、まあ何個かやったプロシージャーですね、それを最後に確認していきたいと思います。OK です。落ちそうやけど、ではもうそろそろ夜遅くなってきたんで、明日に備えて寝たいと思います。ではまた明日、おやすみなさい。おはようございます。って言ってももう夜の7時なんですけども、まあ今日は朝午前中に起きてですね、ジムに行って、で残り全部準備してました。今日は今から、まあ、8時からなんですけど、今7時 で初め2時間がおそらくブリーフィングして、で残りの4時間をシミュレーターという形ですかね。長いですけども、夜8時から終わるのは2時かな、朝2時まで頑張っていきたいと思います。いくつかビジネスジェットが止まってますね。奥が TBM かな、パラロスかな。お疲れ様です。今ただいま終わりました。今1時半ですね。ちょっとなんか30分ぐらい早く始まったんで少し早く終わりました。まあ結論から言うと、もうやっぱり鈍ってますね。本当細かいところがもう忘れてたり、チェアフレームがやっぱちょっと足らなかったのかなという、頭でこう一瞬気づいてもそうしないといけない時にもう忘れちゃってるみたいな、まあそういうのがありましたね。まあ、今日やったのが、まあ、普通のノーマルの離陸と、まあ、これは全然問題なかったんですけど、でクロスウィンド、横風の離陸、飛行機のリミテーションのマックスの状態だったんですけど、まあ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 って感じですかね。やっぱちょっとラダーの、そうですね、離陸した後のそのペダルの抜き具合がちょっとあんまり良くなかったので、ちょっとふらついたなっていう、まあ、もうちょっと練習が必要ですね。はい、でストール系が結構、離陸後のストールとか、着陸する時のアプローチ中 のストールとか、自分で一発目ではなかなかうまくいかないですね。教科を見て、あんね、なんとかなんとかできるっていう形でした。で、アップセットリカバリープロシージャー、要するに、アンユージュアルアティチュードですね。これはまあ、なんとか
うまくいったかな。でそこから IRIS CAT2 とローカライザー、今日全部サンフランの空港でやったんで、自分がまあ慣れてる空港だったんで、ブリーフィングの仕方とかそういうのすぐうまくいったんですけど、そのちっちゃいミスですね、ちっちゃいミスちょっとあったので忘れてることが、まあ、そういうところちょっと直してもいいかな。で B1 カットですね、エンジン B1 のコールの後に、まあ、エンジンが壊れた時のプロシージャーなんですけども、その片方のエンジンだけでクライムしてって、また空港に戻ってくるっていうものなんですけども、これもちょっとなんとかできたんですけども、やっぱりもうちょっと地上をまっすぐ走ってるのを確認してから浮いた方が良かったなっていう感じですね。でその片肺だけの片方だけで侵入してきてゴーアラウンドやり直すっていうものもやったんですけど、ここは良かったのかな。はい、イマージディセント、そのですね、キャビンの気圧が高くなってる警告が出て、まあ、酸素マスクつけて、急降下していくものなんですけど、これは問題なかったかなって。で、そう、PRM アプローチのブレイクアウトの、まあ、仕方ですね。これも別にこれは結構やりやすかったかなっていう、PM も PF も。で、ゼロフラップなのにフラップが出ないっていう状況。その見え方がいつもと違うんですけど、まあやって、結構ハード気味なのかなと思ったら、まあ、そんなもんだよ、みたいな感じだったんで。で、片肺での、まあ、片肺での着陸もそのまましましたね。まあ、練習は一つ。で明日もあるんですけども、明日はまた同じようなこととプラス何個か違うものをやっていくみたいですね。以上になります。もう1時半なんでシャワーも入ったんで寝たいと思います。やっぱ出した、はい、シャワー、はい、こんばんはということで、最後のラストの日になりました。ですね、今日も朝に起きてですね、いろいろ準備をして、で途中で仮眠を取りました。今回は9時から2時なんで、今からもう向かいたいと思います。もうホテルの周りはもうあれですね、ホテルしかないですね。結構雲がすごいことになってるわ、これすげえことになってる雲。まずは吹いております。バイセーフティーが見えてきました。普通に道を渡らないといけないです。で昨日いた機体がいなくなって違う機体がいますね。今マニューバーが終わりました。ただいま終わりました。今からホテルに戻りたいと思います。どこを準備しろとかいうのを教えてくれなかったんで、あんまりはっきり細かくは。当日になってここやる、ここ行きますぜってみたいな感じで言われて、ちょっとびっくりしたんですけども。今回は視界が悪い時のテイクオフとタクシングと、これそんなに問題なかったかなと。はい。ウィンドシェアが起きた時の、プロシージャー。これもそうです、何回かやって、ウィンドシェアから抜けた後のこのステーブライさせるのが結構難しいですね。B1 カット。まあ、昨日よりマシな気もするけど、ちょっと、やっぱりまだ、綺麗にこうローテーションができてないですね。もうちょっとやっぱセンターラインしっかり走ってからじゃないとダメだからな。クロスウィンドテイクオフですね。横風のテイクオフと、で横風のランディング、これちょっとやっぱ難しいですね。まあしびれだってもあるんですけど、もう30ノット横から吹いてる状態で結構ハードにもうドーンつけないとあんまり綺麗にいかないですね。で、片肺だけでアプローチ、また同じようなのやったんですけど、それでゴーアラウンドと、サークリングですね。実際では自分はやったことないんですけど、サークリングやってうまくいきましたね。今日の主教官の人も、俺もこの空港でやったことないみたいな感じで、2人でこう手探りしながらやってうまくいったかなっていう感じですかね。その後はリジェクティドエバキュエーション、これは全然問題なかったです。はい。でその後ロフトですね。本当のフライトのようにもう一から全部やるみたいなやつなんですけど、まあそれやるって言われてラスベガスからソルトレイクシティだったんですけど、これ以前にこの初期の訓練の時にやったやつだったんで、なんとなく覚えてたんですよ。で、まあ、それを軽く、シミュレーターする前に軽くレビューしてたんで、その人がどういう風にこうした方がいいよって教えてくれたんで、まあ、その通りやったら、できましたね。ロフトはなんか本当ちっちゃいミスですね。でそれで気づいて、まあ、すぐなお修正するという形で、今回の昨日よりか全然うまくいったかなと思って、全然十分十分という風に言われたので、これでとりあえず復帰訓練の第一弾というのは終わりですかね。で今度はですね CQ というものがあります。Continuous Qualification がそんなんで、1年に1回トレーニングがありましてね、その年の会社で一番こう重要視しているポイント時ですね、ハースポットっていうんですけど、まあ、そういうところをまあやって学ん で実際にどっか A 点から B 点またロフトみたいな感じでやって、それがまあちょっと軽いテストみたいな感じなんですかね。でそれをやったら終わりですね。それをまた1日のグラウンド、2日のシムっていう形ですね。まあまたそれは次回あげるんで、今回はこんな感じになります。
なんとか戻ってきてる感じはしますね。ララスティックのララスキルって言うんですけど、とまああとこのいろいろ他の部分も次に向けてまた頑張りたいと思います。動画が良ければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。で明日サンフランに帰ります。